やこれ朝からありがとうございますね。もう本当に IMAX で見るべき作品ですよね。はい、間違いないです。もう海の中のシーンがすごく素敵だから、もう中に一緒に泳いでる感覚になれるじゃないですか ね、メンディさんはアクアマンのファン代表として、はい、今日ね初お披露目の場になりますけれども、はい、ぜひ改めてあのファン代表として作品の熱い思いを聞かせていただけますか。はい、そうですね、まあ、この作品は、まあ、海中バトルがこうすごくメインとなってるんですけれども、海中の世界ってこう自分でもこう想像してたものとこう全く違う、海の中の世界が描かれていて、その描き方もこう新しくてこう近未来的というか、なんで、ね、すごく自分を見た時に、あ、こういう海の世界もあったらすごくこうなんだろう、ロマンティックだなと思って、そういういろんなこうロマンが詰まった作品だなと思うので、ぜひこうたくさんの方々に見てもらいたいなと思います。はい、色綺麗ですよね。色綺麗です、ね、はい、海の中の世界の、はい、で衣装とかでもちろん水の中なので、みんなの髪の毛とか、はい、衣装のね、はい、まあ、戦ってはいるんだけれども、どっか美しいという感じがいいですよね。そうですね、はい、ですよね。また海の中って私たちあんまり知らないことも多いので、うん、もしかしたら存在するんじゃないかと思わせるぐらいのなんかこうリアリティというかね、え、存在しないんですか。あれどうなんでしょう私完全に存在してると思ってるんだけど、うん、ありそうですね、そう思いたい、ね、そういうピュアな心の人間でいたい、ずっと僕もです。想像かきたてられる、ね、作品になってますが、はい、リリコさん、ぜひ映画のご感想とともにこのアクアマンがいかにすごいかを皆さんにご紹介いただけますか。ですね、まずね、まあ、多分ね、皆さんもしかしたら、まあ、アクアマンを見るから、まあ、ジャスティスリーグとか急いでなんかちょっと借りてちょっとね、見ちゃったりとか、でも何がいいかって、何も勉強しなくてもいい映画なんですよ。まあ、私にとって映画っていろんな、まあ、なんていうのかな、私にとってはまあ仕事っていうのもあるんですけれども、まあ、まあ、映画通ですっていう人もいれば、狙ってこれを見ますとか、ジェームズ・ワン監督だから見ますとか、モモアが好きだから、アクアマンをね演じてる方が好きだから見ますとか、いろんなこう入り口はあると思うんですね。まあ、ヒーローものが好きとか、こういうアメコミが好きとか、これなんか何も前情報がなくても完全にピュアに楽しめる映画だなっていうふうに思っていて、まあ、もちろんアクアマンのゼロから始まるからね、もう生まれた時から始まるので分かりやすさがまず魅力です。もう本当になんかカップルだったらもうまあ、アクアマンに女性が惚れる、でも一瞬出てくる、まあ、メラという、ね、女性 のアンバーハードが演じてるんですけれども、に男性がメラメラと惚れられるところもあるし、その分かりやすいその悪役だったりとか、でもその中でやっぱりアクアマン この母に対する、思いだったりとか、だから切なさとこのかっこよさ、酒の飲みっぷりもいいですよね、アクアマン ね、はい、あんな感じでレモンサワー飲んでるでしょ、いつも。いつも、はい、飲んでる。ね、そう、親近感はね、でしょ、親近感で思いましたもん、おメンディーだと思いましたけどね、はい、でもそれもすごくかっこよくて、だからもう男女一緒にこうカップルとかも夫婦とかもう家族で見に行ってもみんなが楽しめる、そしてもうヒーロー映画らしく最後のシーンがもうああいうふうに終わらないともうね、そうです、納得しないので、もう正直最後まで言ってもそれより面白いからもうそういう感じですよね、この映画 で、これ全世界ではもう去年公開されてるんですね。ちょっと日本は遅れて公開されるんですけれども、1000億円の興行収入を超えたのは去年は5本しかないんですよ。その中の1本がアクアマンだから、全世界で。だからこれは日本にも記録作りましょうよ、みんなで ね、波作りたいですね、はい、何度でも見に来てください。そうです、何度でも見たくなります。はい、また本当に情報量も多いですしね、はい、隅々まで見たいですよね。そうなのに分かりやすい、そこがいいですよね。はい、たくさんの登場人物はいるんですけれども、この分かりやすく整理されてるんですよね、はい、うん、そこが素晴らしいですよ。メンディさん、もともとすごくアメコミがお好きということで伺ってるんですけれども、はい、アクアマンも映画見る前からもうお好きだったんですか。そうですね、結構スマホのゲームとかやってたりとかしたので、それで登場してきたキャラクターがこうまたスクリーンにこう現れた時のやっぱこう感動というか、来たみたいな感じはすごくありましたね、はい。昔からアメコミファンなんですか。やっぱこうヒーローがすごく好きなんで、だから結構僕一人っ子なんですけど、結構一人遊びとかで一人
してたりとかしたんですけど、そういう時もやっぱこうやっぱヒーローに憧れて遊んでたりとかしたんで、すごく、やっぱ男の憧れというか、ブルックスもかっこいいですし、こうユーモアがあって、はい、モモアさんすごくかっこいいなと思います。はい、だってメイディさん、みんなにとってのヒーローじゃないですかね。そうなんですよ、女性にとってのヒーローよ。かっこよくて面白くて筋肉あって、裸で出てきてほしかったな。なんかせめて上半身。大丈夫ですか、笑顔がすごく引きつってるんですけど。モモアと同じ格好でね、アクアマンとして出ていただきたいぐらい、スーパーヒーローにふさわしい肉体をね、メンディさんも持ってらっしゃいますが、本当にそうね。いいね、その子供の頃からヒーロー遊びができたっていうのは、なかなか私やっぱりヒーロー遊びをちょっとできなかったですね。ちょっと何歳？28です。 28?20 歳の年下じゃない。だって私松ぼっくりで遊んでましたもん。もう何にもなかったの私の時代。今めいっ子がさ、絵本とかさ、こういう風にやるのびっくりするもん。もう松ぼっくりにね、あの爪楊枝刺して、あの馬とかさ、はい、そういう時代だったんですよ。そう、48だから28、うわー、ねえ、でも全然違う。小さい子が見たらアクアマンに憧れを持ちますよね。いや、もう本当にいますいます、いますからね、アクアマンね。いや、もうそういうのサンタクロースみたいな感じで、いますいますいます、またあのメラはね、女の子の新しい憧れるこうプレ、ね、ヒロインになりえますよね。正義感があって、であのルックスね、やっぱりアンバーハードって正直今まで、まあ、ジョニー・デップの彼女というか、そういうちょっとゴシップ系の人っていうイメージが多分特に日本でそういうあのイメージがあったと思うんですけれども、まあいろいろことことはありましたけれども、なんかすごくなんかこうかっこいい女性になりましたね。さらにそもそも綺麗なんですけれども、今回大活躍ですね。メディさん、いかがでした、アンバーハード。そうですね、僕なんかこう見えてやっぱこう和な女性が今まで結構タイプだったんですね。こう黒髪みたいな、せっかく赤く染めたのに。でもこのやっぱ映画見てから、あ、こういう髪色の方もいいな、はい、もう自分がもうちょっと派手なんで、はい、こうなんかこういう髪型の人もいいなってすごい思いました。すごいなんかでも今日いらっしゃるんですよ、はい、そう、赤い髪の方がね、奥にいらっしゃる。本当だ、そうなんですよ、お似合いですね。いや、素晴らしい、やっぱりね、主人公のアクアマン、なんといっても魅力的だと思うんですが、なんか普段も結構モモアさんあんな感じみたいですよ。変わらないですね、ロン毛にヒゲにで、体も結構出来上がってますよね。男性から見てどうですか、アクアマン。やっぱあの筋肉にもいろんな筋肉があると思うんですけど、はい、こうすごくこうなんだろうな、形がやっぱこうセクシーな筋肉のつき方ですよね。だからああいうから、ああいう体になるのって結構多分すごく努力が必要だと思うんですけど、まあ、そういうこうやっぱ努力が見えるところとかも、まあ、こう男性としてはすごくあのかっこいいなと思いますし、憧れますね。メンディさんも筋肉ねすごいついてらっしゃると思うんですけど、ちょっと違うものですか、その。そうですね、またちょっとこうまたこう自分の血とまた違う、なんなんですか、バックグラウンドがあるんで、またそういうまた違った、あ、はい、マッスルが。いやいやいや、ちょっと待って、すごくないこれ。え、いやいやいや、ちょっとマイクどかして、手どかして。すいません、見てこれ、ほら。それは、胸の筋肉。胸の筋肉、ここ。いやいや、ちょっと私よりあるわ。すごい。え、どのくらいトレーニングしてるんですか。まあでも結構できる時にっていう感じなんで、もう今ですよね。さりげない。昨日まで、昨日ちょうどあの胸今やったんで、ちょっと、はい、パンプアップされてる状態という。いやでも筋肉好きな方にもね、本作たまらないでしょうね。ね、もう本当にまさに今おっしゃったように、この筋肉が好きとか、私結構ね、そのもうすぐ筋肉を触っちゃうとかいろいろ言われるんですけれども、自分もやっぱボディビル一回あの経験してるので、その筋肉って本当に厳しくトレーニングしないとつかないんですよね。もうな、本当に難しくて、で食べ物とか生活リズムとか、その毎日やってだから大きくなるっていうわけでもなくて、ちゃんとこのバランスを考えて、あの今日はここをやって、今日はここをやるという、はい、でそれで体全体こんなに素晴らしいプロポーションになるまですごく考え抜かれたトレーニング法ってあると思うんですよね。だから皆さん本当すごいなと思います。すぐ、しかもずっとキープしてるじゃないですか、は
はい、私それはできなかった。一回はやったんですけど、もうすぐもう8キロぐらい太りました。もう反動で無理無理無理、完璧です。ありがとうございます。私の中でのアクアマンです。ありがとうございます。アクアマンがいらっしゃる。ちょっと嫌がってます、はい。そして本作には海の生物たくさん出てきますけれども、どうでしょう、お二人、あの海中で戦うならどの生物を率いて戦いたいですか。メリーさんはたくさんね、サメとかイルカとかマンタとかも出てきましたけど。そうですね、やっぱ僕やっぱこう日本育ちなんで、やっぱこう亀に乗りたいなっていうのは、浦島太郎的な、はい、こうやっぱ強い生き物、サメとかもちろん大きいクジラとかそういうのもいいんですけど、亀やっぱいいな。そうですか、はい、亀戦いますか。僕が戦います、はい、僕が、はい、あ、なるほどね、はい、もうただ単に乗り物として考えてることですよね、はい。でも亀はね、あの陸ではね遅いんですけどね、あの水の中ではね速いからね、はい。あー、でもそうか、一番好きなのペンギンなんですよ。ペングイン、ペングインね、そうそうそう、ペングイン、はい。でもね、でも戦うのであれば、私実は数年前まで本当にタツノオトシゴ、タツノオトシゴに乗れると思ったんですよ。ほう、本当に大きい、なんかでそういう物語が小さい時あった記憶があって、それに乗って戦うなんか主人公がいて、本当にあのぐらい大きいと思ってたんですよ。で、なんかいいじゃない、なんか、はい、馬ね、なんか、はい、そう、馬っぽくてさ、なんかこんなちっちゃいんだね。そうなんですよね。びっくりしました。だって40歳過ぎて知ったんですよ。びっくりしました、本当に。でもあれが大きかったら乗ってみたいな。そうですね、えーいとか言ってわかります、はい、乗り心地良さそうですよね。乗り心地良さそうじゃないですか、ね、そう。本作を見たら、はい、夏の年が大きいんじゃないかって思う方増えるじゃないですか。いや、だってもう全然、だってそんなにさ見るもんじゃないじゃない、そのね、よっぽど水族館とかに行ったら、まあでも全部のとこに置いてあるわけじゃないから、すごくびっくりしました。で、なんか乾いたやつ売ってるじゃない、はい、あれが干からびてここから小さくなったのかと思ったんですよ。そう、あの海のものってこうね、あの屋上じゃない、あの何、陸に出たらちょっと乾くじゃないですか、はい、完全にそれを信じて、あんな小さくなったかと思ったら本当に最初からこれだったんですよ。見てる時によぎっちゃいそうですね、その話ね。結構ショックでしたね。はい、でもとにかくね、はいはい、海の中のシーンはもう素晴らしいので、隅々まで、はい、だってここ全部なるんでしょ。そうですよ、マックスを選んだ皆さん本当に賢いです。羨ましいです、はいはい。そして本作の監督はジェームズ・ワン、もう本当にね、いい監督で、はい、もう私も大好きな作品いっぱい撮ってらっしゃいますけど、はい、メンディさんもジェームズ・ワンにはとても魅力を感じているということで。そうですね、ワイルドスピードを見させていただきました、はい。今作もこう描き方がやっぱすごくこうおしゃれだなっていうのはすごく思いました。なんか水をこうやっぱ操るっていうところでこう、土地、あ、でも内容はあんま言えないのか。でもメラの内容全部言ってもそれより面白いから映画。大丈夫だと思いますよ。いいですよ。何を言おうとしました？あの陸なんですけど、陸のあのワイン。ああ、なるほど。こう操るっていう。まあ、そこは。やめときますか。もう一回忘れましょう。一回忘れましょう。おしゃれなんです。大丈夫大丈夫、あの、いや、そんなね、うん、ただそのシーンになったら、みんな笑うでしょうね。今日みんな仲間ですから。そうです、ね、アクアマン仲間ですから、はい、ね、表現がね、また面白いですよね。ジェームズ・ワン、はい、リコさん的には。私はね、あのジェームズ・ワンもちろんね、こういうあの派手なアクション、はい、を描いたらもうピカイチなんですけれども、もう私もうあのプロフィールにも載ってなかったんです。もう最近彼のあのソーシリーズがすごく好き で資料館とかいわゆるホラーを作ってる人なので、でやっぱホラーを描けるそのギリギリの人間が耐えられる怖さっていうところを描ける人ってやっぱりこういうアクションが描けると思うので、だからなんでプロフィールから消してるかよくわからないんですけれども、私はあの辺のその人間の心を怖いながらもわしづかみにできる人ってすごい、あのすごく天才だとあの思っているので、だからこそその怖いのも描けるからこそ、そしてまあワイルドスピードは面白いじゃない、あの別にユーモアもあるので、その何でも描けることができるっていうのはやっぱりすごいな。やっぱりこの監督はこういうのが得意ですっていうのは大体あのそういう風になるんですよね。監督ってやっぱりあの これがやっぱり一番得意。ジェームズ・ワンでも本当にあのまんべんなく全て
において、その観客を離さないっていうところで描けるあの才能を持ってるんだなと思いました ね、 ね、うん、アクションであり今回ロマンスも入ってますし、はい、ドラマ性もね、シチリアのあのデ、まあ、デートじゃないけど、まあね、あのシーン良くないですか、はい、シチリア行きたくなりました。僕も行きたいです。一緒に行きましょう、はい、あれ普通なんか一泊あったような気がするんですけれども、ね、私の耳が最近おかしくなったのかな、ね、いやそうなんでしょうねそして最後にぜひ皆さん今からご覧いただく前なんですが、はい、アクアマンがこれだけ世界中を席巻しているその要因、うん、なぜここまでヒットしているのか、メンディさんどう思いますか。そうです、やっぱこう、はい、海の海中の世界がやっぱこう想像と全く違うってい う、 こう近未来的な、本当海の中のスターウォーズと言われるぐらいこう近未来的な世界観なんで、それにやっぱ見る方がこうなんだろうな、圧倒されるというか、そこにやっぱこう心をこう持ってかれてるんじゃないのかなというのはすごく感じます。やっぱ見るとやっぱりこう全世界でこうヒットしてるっていう意味がすごく理解できるっていうか、はい、海の中のスターウォーズまさにそうかもしれないですね。リリコさんはどういったところが良いんだと思いますか。ちょっと繰り返しになってしまうんですけど もうとにかくね、分かりやすい、もうそれが一番いいんですよ、やっぱり映画って。もう本当に気持ちよく映画館から出られるような、エンディングだし、で今後何が起こるかっていうのもね、まあ、これね、はい、また何かね全然作れるんではないかと思いますし、もう冒頭からもニコール・キートマンとね、はい、あなるほど、このニコール・キッドマンもなかなかみんな見たことないかなと、特に最近ね思いますし、だからそこですね、この分かりやすさ、そしてキャラクターも全部分かりやすい。もう今ちょっとアクアマンとメラの話しかしてないんだけれども、はい、もう脇を固める役者がすごいんですよ。パトリック・ウィルソンとかドルフ・ラングレンとか、同じスウェーデン人が出てますし、ウィレン・デフォーとか、もうみんな、うん、うわうわ嘘でしょっていうような素晴らしい役者の皆さんが出てますからね、もうそれを見てるだけでも、はい、楽しい。絵力がとにかくすごいですよね。そう、もうあっという間、結構、上映時間が、2時間23分、そう、2時間23分大丈夫、お腹空かない、ちょっと微妙な時間じゃない、ちょっとお昼過ぎちゃうけど、あっという間、もう本当にあっという間に過ぎますよね。うん、なんかちょっと強くなった気分になるんです。出たらもうちょっと姿勢が、そうですね、はい、見ました。髪の毛赤く染めるかもしれない本当にそれぐらいね、こうインパクトのある作品になってますので、はい、ぜひこの後楽しんでいただきたいと思います。髪の毛の動きとか衣装の動きも見て、なんか、あと映画の見方っていろいろあるんだけれども、最近すごく面白いなと思うのは、普通って映画会社のマークってすごく大事にされるんですよ。もう一番最初にマークがボンと出てくるじゃない、いろんな映画会社で、まあ、今回はワーナーの映画なので、もう今までは結構もう20年前までもういじるなっていうぐらいマークでも神聖なものだったんだけども、沈んでまでも海底にいるんだよね、はい、もうね、ワーナーの前、そこからして面白いというか、遊んでるなって感じがしますので、はい、なんか隅々までいろいろ見て発見してください、はい、楽しい時間を過ごしてください。